12世紀のチェスの駒、ルイス島のチェス駒ここでは、チェスの歴史について解説する。遊戯史研究の成果によれば、チェスの起源が古代インドのチャトランガに遡ることは、ほぼ確実である。チャトランガは、サンスクリット語で、4つの部分を意味し、4人制ルールも、あったが、2人制のルールでは像、馬、戦車、不評が軍隊を構成していた。この4種は、 キリスト紀元頃にはすでに亡くなっているため、誕生は紀元前に遡ると考えられている。イギリスの研究家マレーによれば、チャトランガはもともと4人競技制のゲームで、これが2人制のゲームに進化したとしたが、近年の研究では4人制のゲームは10世紀以降に誕生したと言われている。当初はサイコロを使ってプレイされていた証拠もあり、いつ頃から運の関係しない。 マインドスポーツになったのかは明確ではない。ペルシアのチェス言及した最後の書物は、サーサーアンアサペルシアのホスロー二世による、パフラビー5の書物、カルナマックやアルダシール一バガンンでシシャトランジの発明はアルダシールダー一世の業績とされている。七世紀から九世紀に書かれた、パフラビー5の書物、シャトランジ時明かしの書では、インド王からホスロー一世へチャトランガが送られて、 その使用方法を大臣ブズルグミフルイボフタガーンが謎解きする。ペルシアのチスの名人としてあっすりの名が伝えられている。二人制のゲームはペルシアに伝えられてシャトランジと名を変え、さらに戦争や貿易に伴ってヨーロッパに伝わっていった。まず、8世紀にはロシアに伝えられ、約100年遅れて西ヨーロッパへ伝わった。ルールが何度か変わったが、ペルシア経由で 世界各地に伝わったため、ルールの違いによる混乱は少なかったとされる。中世ペルシア語で王に相当する称号、シャーがチェスを表す西欧語例えばドイツ語のシャッハ、英語のチェス、フランス語のエシェクなどの語源になったと考えられている。また、シャーマートがチェックメイトの語源になったと考えられている。チャトランガと同様に当時は、 クイーンに相当する駒がなく、ビショップに相当する駒の動きも限定されたものであった。そのため、現在よりもさらに引き分けのゲームが多かったと言われている。将軍に相当する駒は、ヨーロッパでは参謀と呼ばれ、ポーンのプロモーションは参謀になるルールであった。この他に、中国のシャンチー、日本の将棋もチャトランガに起源を持つという説がある。中国へは六世紀頃、 日本へは8世紀頃に伝わったとみられるが、日本への伝来には中国経由説と東南アジア経由の説もある。ちなみに中国では西洋のチェスを国際臓器と表記し、日本でもかつては西洋将棋と表記することが多かった。13世紀後半にロンバルディア出身の修道士ジャコブスデ・チェスソリスが行った王族や騎士、庶民といった 社会集団の行動規範と、チスのルールや定石を相対させて論じた説教を、口実筆記した、チスのゲームが出版された。チスのゲームの写本は、活版印刷登場以前では聖書に次いで人気のある、書物とも言われるほどのベストセラーとなり、ヨーロッパの15カ国の言語に翻訳され、多くの造法や開講がなされた。15世紀に、活版印刷が発明された後、 史上2番目に印刷された英語の本となっている。テンプル騎士団ルネサンス期の15世紀末には、ルイス・デル・セナによるヨーロッパ最初の西洋チェスのガイドブック、チェスの技術が出版された。この頃からのルールの変遷は、比較的正確に知ることができる。まず、王の隣にいた将軍が女王にとって変わられ、像が双女に変わった。この変化の際、イギリスで、 司教官と間違えられて、僧侶と呼ばれるようになったが、スペインでは、ビショップは今も、ゾウと呼ばれている。さらにゲームをスピードアップするため、ポーンが最初に2マス進めるというルールが加わり、攻撃を受けやすくなった王を守るために、キャスリングのルールが付け加わった。ポーンのプロモーションでも、クイーンに昇格することができるようになり、ポーンの価値も上がった。これらの変化は、当時としては、 フェアリーチェスだったが、多くの人に支持されたため、16世紀にはほぼ現在と同じルールが固定し、主流になった。アンパスさん、ツークツワンク、キャスリングなどの語が示すように、ヨーロッパ各地でルールが発展していったものである。16世紀のチェスプレイヤーで名を残しているのは、スペインの僧侶ルイロペスでセグラであり、彼の名はそのままチェスの定石の名称にもなっている。ルイロペスは、 チェスをするための自由な発想と技術の書を残している。16世紀後半には、イタリア生まれのジョアッキーノ・グレコが、チェスの達人として有名であり、競技と本の著作で収入を得、最初の職業的、チェスプレイヤーとされている。グレコの定石としては、シシリアンディフェンスがあるが、当時はあまり注目されず、世界的流行となったのは20世紀後半からである。 フィリドール17世紀には、チスはもっぱら娯楽として普及し、コーヒーハウスチェスとして、資産家をスポンサーとして競技されるようになった。チスの中心は、フランスであり、特に名を成したプレイヤーとして、フランソワ・アンドレ・ダニカン・フィリドールが挙げられる。フィリドールは1749年に、フィリドールの解析を表し、ボーンは、チスの魂であるという有名な言葉を残した。彼の名は、 フィリドールディフェンスとして残っている。チェスの中心をフランスから奪い取ったのはイギリスのスタントンで1843年に英物の国際試合でサンタマンに勝利した。スタントンは駒の形状、寄付法を提唱し駒の形状に名を残している。アメリカではポール・モーフィーが1857年にアメリカのチェス大会で優勝したのを機に翌年ヨーロッパに渡り、 ドイツのアドルフ・アンデルセンを破るなど圧倒的勝利を収めている。モーフィーは序盤研究家としても有名でルイ・ロペスの変化の一つであるモーフィー・ディフェンスに名を残している。W ・シュタイニッツ・ビルヘルム・シュタイニッツが1886年に公式戦としてスケルトートを破って以来公式な世界チャンピオンが存在することになった。シュタイニッツは近代チェスの父とも呼ばれる。 ただし、国際チェス連盟が挑戦マッチを主催するようになるまでは、タイトル保持者の都合で挑戦ルールが決定されたり、試合そのものが成立しなかったりしたことがあり、必ずしも、客観的な世界チャンピオンとは言えない側面もある。特に、キューバの国民的英雄としてもてはやされた、ホセラウルカッパブランカは、1921年に、エマーヌエール・ラスカーを破って、世界チャンピオンになってから、 1927年にアレクサンドル・アレヒンに敗れるまでの間、一度も防衛マッチを行っていない。アレヒンは1935年にオランダのマックス・エイワに敗れたものの、1937年にタイトルを奪回、1946年に死去するまでチャンピオンの地位にあった。アレヒン以降はしばらくソ連・ロシアのプレイヤーがチャンピオンを、 保持し続ける時代が長かった。その中で1972年、アメリカのボビー・フィッシャーが、ボリス・スパスキーを破って、チャンピオンの座に就いた。フィッシャーは、米国の英雄とも呼び勘わされたが、1975年、最初の防衛戦の実施方法をめぐって、ファイドと対立し、タイトルを剥奪された。ブイアナンド2006、1997年、ファイドは、 国際オリンピック委員会の勧告を受け入れ、それまでの挑戦者制をトーナメント制に改めた。新制度では、一回戦が百二十八人による二曲マッチ、準決勝は四人による四曲マッチ、決勝は二人による八曲マッチで行われるようになった。九百九十八年はアナトリー・カルポフ、九百九十九年はロシアのアレクサンドル・カリフマンがチャンピオンになったが、 2000年には、インドのビスワナ・サン・アーナンドが優勝し、初めてチェス発祥の地にチャンピオンが誕生した。現代になり、コンピュータが実用化されるようになるとともに、多くの人の関心がコンピュータにチェスをささせることに集まった。特に、ディープブルーのガルリカ・カスパロフへの勝利は大きな注目を集めた。A.B. スティーブン・ジョンソン、世界を変えた6つの気晴らしの物語。 新、人類進化史、大田直子役朝日新聞出版2017年 ISBN978 から4から02から3 3万1632から4ピアニッシモ、254から260、ルイ・ロペス 1E4E5 に NF3NC63BB5、フィリドールディフェンス 1E4E5 に NF3D6 モーフィーディフェンス 1E4E52NF3NC63BB5A6 ありがとうございます。